はい、どうも、たけのこ塾の大久保です。今回は中学国語のなぜということで、こちらですね、詩の種類、口語自由詩とは、こちらをやっていきたいと思います。で、まあね、詩の種類で、ね、この詩の、ね、種類を答えなさいという問題でね、こう口語自由詩って答える問題ね、あると思うんですけど、まあね、この口語自由詩ってそもそも何かとね、他にどんな詩の種類があるかってね、まあ疑問に思っている人も多いと思うので、ね、今回解説していきたいと思います。はい、ではですね、まず最初ですね、文体上使われている言葉で2つにね、詩を分類できますよ。それがまあ文語詩と口語詩ですと。で、文語詩っていうのは昔の言葉遣い、まあ、より厳密に言うと昔使われていた書き言葉で書かれた詩をね、まあ、文語詩と言いますと。で、一方の口語詩は現代の言葉遣い、話し言葉で書かれた詩のことをね、まあ、口語詩と言いますと。で、この文語と口語って何かというと、まあ、明治時代より前ですね、まあ、江戸時代以前は日本人ではね、この話し言葉と書き言葉が違ってましたとね。で、話し言葉はまあね、結構まあ現在と、まあ、似た感じで喋ると、ね、一方の書き言葉っていうのは古文のね、古文で出てくる、今昔竹取の翁というものありけりとああいう文がありますよね。古文の文ありますよね。あんな感じで、書き言葉は書かれてましたよと。で、明治以降になって、これはまあ、ね、別に覚えなくてもいいんですけど、この話し言葉と書き言葉ですね、この書き言葉の文語と話し言葉の口語ですね、これをね、まあ、一致させようと、この話し言葉で文章を書こうっていうね、原文一致運動っていうのが、原文一致運動っていうのがね、起きて、で、今みたいにね、今の我々のようにこの口語ですね、話し言葉で、文章を、ね、書くようになったと。で、だからまあ明治より前はこの話し言葉、口語と書き言葉ね、文語が違ったよと。で、そのね、書き言葉、文語で書かれているのが文語詩、ね、で、話し言葉、口語で書かれているのが口語詩ということになります。で、注意が必要なのが歴史的仮名遣いってありますよね。で、この歴史的仮名遣いで書かれていても、現代の文法、この口語ですね、話し言葉のこの、ね、文法が使われていれば、それはね、口語詩なのでね、注意しましょう。まあ、どういうことかというと、2つここにね、例文を作ってみました。で、このこれ歴史的仮名遣いで、おって読みますよね。で、上の文は男が走った、ね、で、下の文が男走り蹴りってありますよね。で、上の方はこれ歴史的仮名遣い使ってるけど、男が走ったってこれ普通の話し言葉ね、現代の文法で書かれてますよね。だからこれはね、口語で書かれている文になります。で、一方のこっちは、まあ、歴史的仮名遣いも使ってるし、走り蹴り、まあ、この蹴りっていうのは昔の言葉ですね。このね、書き言葉のこの文語で、何々したっていうね、過去を表す助動詞がこの蹴りなんで、これはね、文語の文ということになります。だからこっち歴史的仮名遣いで書かれていても、こういうふうなね、現代の文法が使われていれば、これは口語ね、口語詩になるし、こういう文で書かれてたら、まあ、これは歴史的仮名遣い使ってるし、このケリとかね、こういう文語のね、文法で書かれているので、こういう文が書かれていると、これはね、文語詩になるのでね、まあ、そういう感じで見分けを、ね、していってください。はい、歴史的仮名遣いが使われているっていうだけで、文語でね、文語詩っていうふうに決めつけないように気をつけてください。はい、で、続いてのね、分類の、基準として、形式上の分類で、この、定型詩と自由詩と、まあ、さらにね、この三分詩というね、3つに分類できますよと。で、特にね、重要なのがこの定型詩と自由詩。定型詩っていうのは音数や語数に一定の決まりがある詩ということで、まあ、例えばね、七五調、まあ、音数が7と5、7と5って言ったり、まあ、五七調とかね、音数が5、7、5、7ってね、言ったりするような、そういう音数や語数に一定の決まりがある、そういう詩を定型詩と言いますと。なので、まあ、ここで俳句、短歌も定型詩って書いてありますけど、俳句は五七五、短歌は五七五七七っていうふうに、音数や語数にね、一定の決まりがある。まあ、そういうふうなのが定型詩ですよと。で、一方の自由詩は、この定型詩のような音数などに決まりのないね、まあ、自由な詩が自由詩になりますと。で、まあ、ちなみにこの、ね、三分詩っていうのもちょっと触れておくと、三分詩は、普通の文章のように書かれた詩。まあ、三分っていうのが、まあ、小説とかね、評論のような文章なんで、そういう、まあ、普通の文章で書かれている詩がね、まあ、三分詩と言いますと。で、ここでね、
まとめっていうかね、まずこの文体上使われている言葉の分類でいうこのね、文語詞と口語詞ですね。文語詞と口語詞、丸一丸にね。で、括弧にこっちの形式上の分類として、分類されるこの定型詞と自由詞、このね、括弧2の丸一丸にね、これを組み合わせると、まあね、4つの、詞に分類できますと。まずこの文語ですね、書き言葉で書かれてて、音数に決まりがある定型詞である、文語定型詞。で、同じくこのね、文語で書かれてて、今度はね、音数に決まりのない自由詞である、文語自由詞。で、続いて今度はね、話し言葉の口語ね、口語詞で、なおかつ音数に決まりのある定型詞である、口語定型詞。で、最後にね、口語詞で、なおかつ音数に決まりのない自由詞の口語自由詞ね。まあ、この4つにね、分類しますよ、しようね、大まかにね。で、もともと明治時代になってね、詩が作られるようになった時っていうのは、最初はこのね、文語で定型の、この文語定型詞が主流でしたと。で、その後、ね、この定型詞から、まあ、自由詞がね、作られるようにだんだんなってきて、同じように、このね、文語じゃなくて話し言葉のね、口語が使われるようになって、この文語定型詞から、このね、口語自由詞が主流の詩に、ね、なっていって、まあ今ではね、教科書とか、あとまあそういう、問題とかにね、出てくるような詩もね、まあほとんど、この口語自由詞になってる。だから、国語のね、問題でテストとかでね、この詩の種類は何ですかって聞かれたら、まあ大体このね、口語自由詞になっているということになります。はい。で、あとですね、最後に、内容上でね、詩をね、こういうふうに3つに分類できるので、まあそのことについてもね、まあ、おまけという形で簡単にね、触れておこうと思いますね。内容上の分類として、助詞詞、助形詞、助状詞というふうにね、さらにね、こういうふうに3つに、ね、分類されることもありますと。で、助詞詞っていうのはね、歴史的な出来事や、歴史的な事件や出来事について表現した詩ですと。で、特に英雄の、まあ、伝説ね、とか、まあ、史実、まあ、そういったものをね、歌った詩になります。で、続いて2番目が、まあ、助形詞、ね。で、助形詞は、まあ、このね、形が入ってるんで、大体わかると思うんですけど、自然の風景ですね。自然の風景をありのままに歌った詩です。ね、で、3番目が助状詞、ね。まあ、これも状っていう、ね、字が入ってるんで、まあ、大体わかるかと思うんですけど、作者の感情ですね。まあ、感情の情っていうことですね。について歌った詩と。で、大体、まあ、近代の詩ですね。近代の詩っていうのはほとんど、この、助状詞のね、ことが多いので、まあ、教科書とかね、テストの問題などに出てくるような詩はね、助状詞だというふうにね、考えてもらうといいかなと思います。はい、今回はね、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。